こんにちは、マネートビックです。皆様のおかげでチャンネル登録者が1万人に到達しました。本当にありがとうございます。今後もお役に立てるような動画を投稿していきますので、これからもよろしくお願いいたします。というわけで、チャンネル登録者1万人到達記念として、私のチャンネルで一番再生されている動画であるおすすめ銀行口座のリメイク版を今回はご紹介していきたいと思います。以前投稿したものとは内容が異なりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。最初にご紹介するのは楽天銀行。こちらは ATM 手数料は最大月7回まで無料、加工宛振込手数料は最大月3回まで無料、金利が 0.1%、 特典として取引することで楽天ポイントを貯めることができたり、楽天カードと連携することで楽天市場の SPU を上場させることが可能などの特徴があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず取引手数料についてですが、ハッピープログラムというサービスによって手数料の無料回数が変動し、 ATM 手数料であれば最大月7回まで無料、振込手数料であれば最大月3回まで無料となります。その他、楽天ポイントの獲得倍率にも影響があります。こちらは画像の通り、残高や取引回数に応じてランクが変動します。最低でもアドバンストにならないと使い勝手は悪そうですね。スーパー VIP になればめちゃくちゃ使い勝手のいい銀行とはなるんですが、こちらちょっと落とし穴があります。それは金利面。金利はマネーブリッジという楽天証券との連携サービスを使うことで年 0.1% まで上昇させることが可能ですが、300万円を超えた分に関しては年 0.04% となります。ハッピープログラムとの相性がめちゃくちゃ悪いですよね。で、これだけ聞くとかなり微妙な感じですが、楽天市場でお買い物をするという人や楽天ポイントを貯めているという人にはメリットがあります。楽天銀行ではこれらの取引で楽天ポイントを貯めることができます。ポイント獲得倍率については先ほどご紹介したハッピープログラムによって変動するようですね。また楽天市場の SPU を上昇させることも可能で、楽天銀行の口座で楽天カード利用代金の引き落としがあればプラス 0.5 倍、給与・年金受け取りがあればプラス 0.5 倍で、ポイント倍率を最大プラス1倍することができます。楽天市場でお買い物する人にとっては大きなメリットと言えますね。これらを踏まえて楽天銀行が向いている人としては、楽天ポイントが貯めたい人、楽天市場で買い物をする人が挙げられますね。まあ、正直楽天関連のサービスを利用しないのであれば他にもっといい銀行はあるので、無理して使うメリットはないかもしれません。逆に言えば楽天のサービスを利用する人にとってはメリットの大きい銀行となるので、サービス利用状況に応じて作るかどうか決めてみてください。続いてご紹介するのは青空銀行。こちらは ATM 手数料はゆうちょ銀行で完全無料、セブン銀行で出金以外は無料、他行宛振込手数料が最大月3回まで無料、金利が年 0.2%、 その他 Bank Savings という目的別に口座を設定できるサービスがあります。金利の高さと目的別口座が目玉ですかね。まあ、ATM 手数料については、ゆうちょ銀行限定とはいえ、条件なしで無料になるのは嬉しいですね。郵便局があれば無料で入出金できるので、全国どこでも利用できるのが強みです。一方、他行宛振込手数料についてですが、画像の条件を満たすことで最大月3回まで無料にすることができるのですが、この条件が、まあ、厳しい。まあ、大半の人が達成困難だと思われます。振り込みをする口座として利用するのはやめた方がいいと思います。そして目玉の一つである金利ですが、普通預金でも年 0.2% なので、定期預金と違い、引き出したい時に引き出せない現象を防ぐことができます。もちろん、定期預金でも構わないという人は若干ですが、金利を上昇させることも可能です。最後に、Bank Savings ですが、例えば、両親へのプレゼント購入費用、憧れの国への旅行費用、新しく始めたい習い事の費用など、自身の目標を設定した口座を別に作ることができます。
自動積立や手動積立ができるほか、金利も普通預金口座と同様の 0.2% なので使い勝手もいいです。これらを踏まえて青空銀行が向いている人としては、貯金用口座を探している人、高金利な銀行口座を探している人などが挙げられます。一応後半に紹介する銀行口座では金利年 0.2% を達成することはできますが、条件が若干面倒くさかったりするので、簡単に高金利が狙える青空銀行はそこで差別化できていると思います。高金利のまま目的別口座が利用できるのもポイントですね。続きまして、三井住友銀行。こちらはオリーブというサービスに登録することを前提に話を進めていきます。オリーブって何よという方はこちらの動画をご覧いただければと思います。で、オリーブアカウントを作成した状態だと ATM 手数料は三井住友銀行本支店 ATM、 三菱 UFJ 銀行店舗外 ATM での ATM 時間外手数料がいつでも何回でも無料のほか、選べる特典の選択でコンビニ ATM が月1回無料、他行宛振込手数料が月3回まで無料で、現在はキャンペーンで無制限で無料となっています。金利が 0.002%。 その他特典として選べる特典や V ポイントアッププログラムというポイントプログラムがあります。三井住友銀行の目玉は振込手数料が現時点では無制限なほか、特典面が充実している点があります。メガバンクなので金利が低いのはしゃあないですね。ではまず選べる特典についてですが、こちらは給与・年金受取で毎月 200V ポイント付与、口座残高1万円以上で毎月 100V ポイント付与、コンビニ ATM 月1回無料、この後紹介する V ポイントアッププログラムをプラス 1% するというものがあります。この4つの中から1つ選ぶことができますが、おすすめは給与年金受取による 200V ポイント付与か、口座残高1万円以上で毎月 100V ポイント付与の特典ですね。設定しておくだけで毎月ポイントがもらえるのは嬉しいです。もう一つの特典の V ポイントアッププログラムでは、三井住友の一部カードで対象店舗でタッチ決済をすると最大 12% 還元というものがあり、これに加えて V ポイントアッププログラムで最大プラス 5% することができます。で、全部合計すると最大 17% にすることができますね。三井住友カードユーザーや V ポイントを貯めているという人には嬉しい特典ですよね。これらを踏まえて三井住友銀行が向いている人としては、 V ポイントを貯めている人や三井住友カードを利用している人、毎月ポイントが欲しい人、メガバンクの口座を持っておきたい人などが挙げられます。現在はネット銀行が主流になりつつありますが、メガバンクでここまで優秀な特典があるのは三井住友銀行だけです。作って損することはない銀行なので、よかったら皆さんも作ってみてください。続きまして、 au 自分銀行。こちらは ATM 手数料は最大15回無料、他行宛振込手数料も最大15回無料、金利が最大年 0.2%。 その他取引に応じてポンタポイントを獲得することができたり、スマホ ATM が利用可能だったりします。こちらは楽天銀行のように利用状況や取引状況に応じて優遇が変動する銀行なんですけど、条件が緩いので誰でも各種手数料15回無料にすることができる銀行です。金利の高さやポンタポイントがもらえる点も強みですね。 au 自分銀行の説明はポイントランク制度について説明することで完結するので、そちらを中心に紹介していきたいと思います。au 自分銀行は残高や利用状況に応じて手数料の無料回数やポイント倍率を上昇させることができる特典があります。取引に応じてスタンプを獲得することができ、スタンプ数で自分のステージが決定します。ステージは会員ランクみたいなものです。そのステージで手数料無料回数ポイント倍率が決定するというわけですね。ランクは4つあり、最高のプレミアムにすることでポイント倍率が15倍になったり、各種手数料が最大15回無料になったりと、かなり手厚い特典を得ることができます。スタンプの獲得条件についてはこちらになっています。その他スタンプ獲得以外にも特別オファーがあり、こちらを達成すれば対応したランクになることが可能です。
ポイントの獲得手段についてはこのようになっていて、入金、口座振替、キャッシュレス決済についてはノーリスクで達成することができるので、毎月180ポイントほどだったら簡単にゲットできちゃいます。自分プラスをプレミアムにする方法や毎月180ポイントを獲得する方法については別の動画で詳しく解説しているので、そちらをご覧いただければと思います。スマホ ATM についてはその名の通りスマートフォンだけで入出金ができるサービスです。キャッシュカードいらずなので、万が一急にお金が必要になってもスマホがあれば大丈夫です。対応 ATM はセブン銀行とローソン銀行 ATM なので、近くにコンビニがある人はキャッシュカードを持ち歩く必要がなくなりますね。その他の ATM を利用する場合はキャッシュカードが必要になってくるのでご注意ください。はい、というわけでざっくりでしたが、 AU 自分銀行についてはこんなところです。向いている人としては、高金利で普段使いに向いている銀行を探している人、ポンタポイントを集めている人などが挙げられます。ただお得に活用するためには自分プラスのランクを上げる必要があるので、面倒くさがりの人には向いてないかもしれません。私も実際自分プラスをプレミアムにして毎月ポイントを獲得したり、各種手数料15回無料にしていたんですけど、面倒くさくなってやめちゃいました。まあ、15回もね、入出金や振り込みしないですしね。まあ、そういった方はこの後紹介する銀行や今まで紹介してきた銀行を検討するのがいいと思います。はい、というわけで最後にご紹介するのは住信 SBI ネット銀行。こちらは ATM 手数料月最大20回無料、他行宛振込手数料も最大月20回無料、金利が最大年 0.01%、 その他青空銀行同様に目的別口座が作れる、 AU 自分銀行同様にスマホ ATM が利用可能で、定額自動入金、定額自動振込、定額自動振替などのサービスが利用可能などが挙げられます。まず手数料についてですが、住信にはスマプロランクというものが存在し、ランクが1から4まであるのですが、携帯認証を登録するだけでランク2になることができます。ランク2になることで ATM 入出金振込手数料が月5回まで無料になります。で、ランク3を達成すれば月10回、ランク4を達成すれば月20回まで無料にすることも可能となっています。まあ、大体の人は月5回まで無料であれば十分だと思うので、生体認証を登録しておけば OK です。次に金利についてですが、 SBI ハイブリッド預金という SBI 証券と連携した預金口座に資金を移動することで、通常 0.001% の金利が 0.01% になります。SBI 証券と自動的に資金移動もしてくれるので、 SBI 証券で投資をしている人にもメリットが大きいです。もちろん投資をしない人でも SBI ハイブリッド預金を作っておくだけで金利を上昇させることができるので、作って損はないと思います。で、目的別口座については青空銀行と同様、目的に合わせた資産形成をするための預金専用口座となっています。で、スマホ ATM についても AU 自分銀行同様、キャッシュカード不要でスマートフォンで取引できるというもので、利用できる銀行もセブン銀行、ローソン銀行 ATM と AU 自分銀行と同じです。さらに定額自動〇〇サービスも便利で、こちらは入金、振込、振替とあるのですが、入金は自分の名義の他行口座から指定した金額を自動的に住信の口座に無料で移動してくれるサービス、振込は指定の振込先に毎月または毎週繰り返し振込してくれるサービス、振り替えは先ほど紹介したハイブリッド預金や目的別口座に自動的に振り替えしてくれるサービスとなっています。どれも便利なサービスですが、特に振り込みが優秀です。毎月の家賃や駐車場代などを自動的に振り込みしてくれるので、振り込み忘れを防ぐことができます。どれも便利なのでぜひ使ってみてください。ではこれらを踏まえて、住信 SBI ネット銀行が向いている人としては、利便性が高い銀行口座を探している人、まさにこれ一択です。金利面は他のネット銀行に若干劣りますが、とにかく使いやすく、各種手数料を無料にするのも簡単にできるので、誰にでもおすすめできる銀行口座と言えますね。作って損することは絶対にないので、まだ持ってない人はぜひ作ってみてください。というわけでまとめです。今回はチャンネル登録者1万人記念ということで、
限定回帰しておすすめ銀行口座をご紹介させていただきました。すべて私の独断と偏見によるものなので、参考程度にして自分に合った銀行口座を選ぶようにしてくださいね。繰り返しにはなりますが、これからも皆さんのお役に立てるような動画を投稿していきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上となります。参考になったという人はグッドボタンとチャンネル登録をしてくださると励みになります。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。またねー。